今回ご紹介するのはホットウィールのやつですね。ホットウィールから、出されている車でして、こちらになりますね。これはビークの、スカイラーク GS ですね。これは64年のスペシャルの上級スポーツグレードとして誕生したのがスカイラーク GS とは、スカイラークを対象としたハイパフォーマンスパッケージであり、325馬力を発生する排気量、401のワイドキャップ445、この数字は TIIB で示した最大トルクである。で、ユニットとブレーキ、サスペンション等に強化パーツが採用されているのが特徴であるということですね。で、67年にエンジンを新型の4車庫にモデルチェンジしている、車ということですね。まあ、それが、まあ、この車になるということなんですが、まあ、なかなかこう、市場にね、いい、いかにもマッスルカーっていう感じが非常にいいですね。で、こういうふうに内装なんかも非常に工場化できていて、非常にこのもうでかいっていうね、もうでかって感じがよく伝わる、まあ、そういうふうなね、車に仕上がっていく、そういうところがまたこの車のね非常に良さというか、面白さっていうのがいいなというふうにね思う、まあ、そういう車になってるんじゃないかなという感じで、結構この赤い色合いもなかなかいいなという感じでございます。どうもありがとうございました。